おかえりなさいドリーファンクジュニアテリーファンク、おかえりなさいザ・ファンクス、世界最強タッグの生き証人ザ・ファンクス、堂々の入場です。お客さんにもみくちゃにされながら花道を進んでまいります。赤の花道、王者の花道です。この大阪でもやはりファンの歓迎は変わりません。先頭がテリーファンク、そして後ろがドリーファンクジュニアです。あった紙吹雪も飛んでいます。本当にこの心に心地のいいビートです。そしてこの人懐っこい笑顔が返ってまいりました。なかなか前に進めません。フラッシュもたかれています。さあやっとここでテリーがこの中を抜け出そうです。そしてドリーファンク、さあそして大きな歓声に送られてリングの中に入りました。ザ・ファンクやってまいりました。そして3年ぶりに帰ってきたファンクスはとんでもないお土産を日本に持ってきました。ザ・ランド・オブ・ジャイアンツ、2メートル13センチのコンビ、その名も巨人の国です。スカイウォーカー・ナイトロンとブレイドブッチ・マスターズ、ドリーファンクの推薦を受けまして日本初上陸、大阪初見山です。重低音の音楽がこの大阪府立大会館を包みました。さあそしてスポットライトを浴びて花道が割れます。先頭がスカイウォーカーナイトロン、後ろがブレイドブッチ・マスターズです。さあ進んでまいりました。両方とも2メートル13センチのこの巨体、そしてトップロープをひとまたぎ、ファンクスに早くも挑発仕掛けます。さあそしてこの巨体を見ましてこのお客様どよめいています。動く魔天のパート1、スカイウォーカーナイトロン、動く魔天のパート2、グレートブッチマスターズ、我がコーナー240ポンドテリーファンク、テキサスブロンコテリーファンクです。250ポンドトリーファンクジュニア、そしてグレートテキサン、トリーファンクジュニアです。リーグ公式戦、和田恭平さんによって裁かれます。さてリングサイドはいつもの通り解説はリングの番人竹内康介さんです。竹内さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず見どころなんですが竹内さんいかがでしょう。まあ、開幕戦でですねファンクスは思わぬつまずきを見せたんですけどもね、はい、その後は1勝1引き分けと、まあ、順調に回復してますんでね、はい、今日はこの巨人コンビをですね何が何でもやっぱり2点もぎ取ってやってほしいですね。まあ、ファンクスご覧の通り年齢的な衰えというのはまあ隠せないわけなんですが、2人揃って元 NWA のヘビ級のチャンピオン、そして最強タッグは3回ですか、確か優勝が。ともかくまさに最強タッグの生き証人ですからね、はい、やっぱりその実績を今日の公式戦の中でもやっぱり見せてほしいですね。はい、さあまず赤のコーナー先陣を切りますのがドリーファンクジュニアです。そして青のコーナーザ・ランド・オブ・ジャイアンツはこのナイトロンが先陣を切ります。そしてドリーコールです。これが面白くないナイトロン、早くもドリーコール煽ります。お客様、大阪府立体育館のお客様、さあがっちりと組み合いました。そして力ごと持っていきます。おっとこのパワーにドリーが腰から崩れ落ちました。そしてブーイングです。まあ、竹内さん今のこの光景を見ていても分かるんですけども、このまさに出てきた旭日の朝日のようなこの力強さの2人、そして一方のこのザ・ファンクスなんですね。はい、これがやや落日の一つの兆しが見えているだけにですね、はい、まさに新旧対決ですね。さあボディースラム、これはいけません。しかしこのファンクスには長年培ったインサイドワーク、そしてテクニックがありますよね。おそらくこのラウンドオブジャイアンツはですねやっぱりその攻めできますからね、はい、そこをやっぱりうまくファンクスはインサイドワークでかわしていくことですね。逆さ抑え込み、あるいはスモールパッケージ、こういったものも見せてくれるんでしょうか。そして
パンク一家の宝刀パート1です。抜いてまいりました、ドリーファンクジュニア。さあこれステップバックして、ケリーと何やら耳打ち。そしてこのドリーコールが面白くないのがスカイウォーカーナイトロンです。さあボディスラム行くか、タイミングが重要だぞ。ここでテリーが持っていくか、持ってきません。ならば力で行こうかという、そういう構えでしょうか。さあそしてそれをドリーが制します。さあそしてテリーが出ます。入ってきましたテリーファンク。そして割れるようなテリーコールです。さあここでポジションを取ります。ぐる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 回って、ロープに飛んで、これは牽制。竹内さん、このファンクスにとりましたこの大阪というのはあんまりこの弦がいいところじゃないということなんですが。そうですね、過去の歴史を見ましてもね、はい、やっぱりテリーはあのハンセンあるいはブッチャーに血だるまにされた場でもありますしね、はい、ドリーはあの今は亡きブルーザーブロディにやっぱりインターの奪われたのもこの大阪でしたね、はい、ですからそういう面でファンクスにとってはあまり弦のいい場所ではないかもしれませんね。うん、ですからこの一戦は弦直しといきたいところです。まさに3年ぶりの来日ですからね、はい、さあ足を取りました、この辺りがうまいテリー。そう入りましたスピニングトーホールド。しかしまさに竹内さん一周でしたね、今の1回転もできなかったです ねそしてラリアット行きますが、そうはさせません。テリー軽いステップで逃げます。その後ろを追いますのがマスターズです。ローリングイン、おっとこの辺りもよく相手の動きが見える。テリーファンクです。そしてリングの中に入りました。おっと逆に今度はこの放送席の前を横切っていきます。自分のポジションを取るためにエスケープ。おっとこれで場外に持ってきます。大きくリバウンドして転がってきましたテリーファンク。おっとここで降ります、ひとまたぎ、トップロープをひとまたぎ。マスターズとナイトロン、竹内さんこれもやっぱり頭脳プレーでしょうかね。この辺はテリーのうまさですね。やっぱりあのラウンドオブジャイアントの場合はですね、はい、割とその動きがまだまだファンクスでしたら読めますからね、はい、そういう面でゆっくりやっぱり体の動きをまず見定めていくことですね。さあこの辺り相手の動きを見て一瞬の返し技、そこにつなごうというテリードリーザ・ファンクスでしょうか。先陣を切ったナイトロンがそのままこのずっとリングに座ります。あ、今タッチされました。こちらがブレイトブッチマスターズです。いやいや日本人に近いこの黒の髪の毛、そしてこの黒のバットマンペイント、これがブレイトブッチマスターズです。そのまま体を預けていきました。そしてエルボーです。エルボー打ち当てます。これは効かなかったようですね。全く顔色が変わりません。さあならばこのドリーファンクジュニアのエルボーはどうだ。フロントからキック、そして持ってきます。どうだ、もう一発。やっぱこれ身長差で十分に打ち切れてないですよね。そうですね、いつもでしたらもうちょっと的確にヒットするんですけども、はい、なんかやっぱりその間が出てしまうんですね。そうですね。さあこの窮地どうやって挽回していくんでしょうか。213センチありますザ・ロンド・オブ・ジャイアンツ。さあここで再びスカイウォーカーナイトロンが出てまいります。ロープに振ってダブルの、これはハイキック。ドリー素早くエスケープ、リングの下。そしてマスターズがドリーを追います。さあ場外で鉄柵に行きます。おっとこれは鉄柵にしなだれかかります。ドリーの体つらそう、目をつぶったのはカメラが捉えました。おっとテリーがここで相手のコーナーまで攻め入ります。こちらにはあっとやはり飛んできましたドリーファンクジュニア。ナイトロンがホイップです。テリーこの辺り無国旗が強い。おっとカモン、相手を呼び込んでいるナイトロン。さあテリーどうする。
あっとここで、あっとまた向こう側でドリーが捕まっていました。こういったラフ&パーに出てこられるとファンクスちょっと苦しいですね。しかも体を使ったラフですからね、こういう展開はファンクスにとってあまり良くないですね。さあドリーを振ります。ナイトロン、そのままベアハックです。高々と持ち上がってしまいました。これは厳しい。さあそして苦しげに丸まったドリーの背中に応援のドリーコールだ。こらえるドリーファンクジュニア。おっとドリーの体がダランとしてしまった。コーナーマットです。やや前半戦このランドオブジャイアンツのラフ&パワーがファンクスを押している、そういう感じがします。この竹内さん、このトップロープをひとまたぎっていうのはなんともね、それも軽々とやってのけますからね。そうですよね。さあロープに振ります。マスターズ、そして再びベアハックの連携です。まさにサバ折り。さあドリーがダランと、ドリーの体がダランとしてまいりました。そして苦しそう、この表情です。あっとなおも力を加えます。これはやっぱり締められるその外の苦しみもそうですけどね、はい、やっぱり宙吊りにされているという状態がやっぱり苦しいですよね。さあそして再びナイトロンが入ってまいりました。あっとコーナーマットに打ち当てます。そしてパンチを打ち下ろす。どうやらドリーファンクジュニアのこの背中がターゲットになってしまったようです。ボディースラムというもうデッドリードライブ、ストンピングです。ブーイングが沸き起こります。ファンクスのスピニングトーホールドが見たい。懸命に手を伸ばします。あっとエルボースマッシュ打ってきました。そしてリバウンド使ってこめかみのあたりステップバックするナイトロン。さあそしてここでテリーにつなぎました。テリーが出てきます。スタパンチ2発3発4発5発6発そして左足を取って、さあ行きます。天下の宝刀名刀正宗も真っ青のスピニングトーホールド行きます。攻め立てます。あとそこでマスターズが後ろからダブルのパンチです。あとテリー一周されました。さあダブルの攻撃振っておいてハイキックグリーンヒット、ナイトロンがカバー、カウントあっと危ない。ぜひともこのなにわのお客様に白星を見せてほしいザ・ファンクス。マスターズが再び入ってまいりました。ギロチンです。テレの体がリバウンド、カウントワットだ。おっと返します、懸命にこらえます。さあ青コーナーのタッチワークが速くなってまいりました。そしてナイトロンが持ち上げて、ちょっとまずいですね。まずいぞファンクス、黒星かだ。返します。テリー男の意地、まさにテキサスブランコ。ボディにパンチ、ヘッドバット、ヘッドバット、もう一発だ。さあいけ、もう一発いけ、もう一発。あっと打ったテリー自身もフラフラ。そしてお兄さんにつなぎます。ドリーファンク、エルボースマッシュ、もう一発、三発目。さあテリーがセカンドコーナーから何か狙っている。セカンドコーナーから行く、おっと逆に向かせた。このあたりインサイドワークうまい。テリーがパンチ、パンチだ、パンチで攻める。そして左ダウン、テイクダウン。ドリーがカバーに行く、もう一押しですね。ドリーの体が浮き上がってしまいました。トップコーナーに預けます。いや失礼、リバースのコーナー入ってく、あったハイキック、カバーに入るぞ。ドリー大丈夫か、返します。まさに徳田笑い一枚天神に立っています。さあ逆にリバースで返します。ドリーファンク口で息をして、さあ入っていってそのまま空中同時渡し、追いかぶさった。ドリーやった、ファンクス一勝、見事に勝ちをもぎ取りました。竹内さん、最後は測ったように持ってきましたね。ファイングボディシナーズドロップ、まさにドリーならではの妙技ですね。はい、こ
そして湧きます。再びこのスピニングトーホードがかかります。ファンクス公式戦2勝目を挙げました。なにわのファンも大喜び。抗議するのはザ・ランド・オブ・ジャイアンツ。